足より腕というか脇。なんで吉田さんそんなにかっこいいんですか。遺伝ですかね。ご自身がこれだけイケメンだということに気づいたのは何歳の時でしたか。小学校5年生ですかね。ある程度理解してるでしょ、自分が顔整って。いや、それはもちろん吉田亮ですか。めっちゃかっこよかった。中濃ソースぶっかけ系の顔なんで。あー、かっこいい。どうですか、メガネの吉田は。イケメンですか。今日も